ダンジャーホー、台湾の皆さんこんにちは。映画夜が明けたら一番に君に会いに行くで三輪茜を演じました熊田凛花です。私はこの作品で思いを伝えることの大切さに改めて気づくことができました。そしてどの世代の方々にもキュンとする要素が散りばめられているストーリーになっていますので、スクリーンを通してたくさんの方に伝わったら嬉しいです。ぜひ劇場でご覧ください。